電位治療器は、交流電解、または直流電解の中に人体を置き、または絶縁状態にある人体に対して、一定の電位を与えることで治療を行う医療機器。イカ向けと家庭用が存在する。メディカル電子工業が製造した装置電位治療器は、日本人の医学者で発明家の原敏幸が、高圧送電線下に、結核患者がいない。 農作物の収穫量も多いというドイツの医学雑誌の紹介をもとに、電情が人間の体に良い影響を与えるのではないかと考え、1928年に高周波超高圧の電位負荷を利用した治療機を世界で初めて開発したのが原型とされている。その後、現在のような低周波で変動する電状による電位治療機が当時の厚生省によって、 管理医療機器として承認を受け現在に至っている。1963年、先発メーカーである白受生科学研究所により電位治療機、ヘルストロンが発売され、その後は、ヘルス社、パワーヘルスト、コスモトロン、ドクタートロン社、ドクタートロン、NSG 社、トランセーバー研授、バイオトロン社、ビリオス、日本セルフメディカル社、メディック、心カ社、 リブマックス、プロメート社、プロメート、リン社、アクセスが相次いで発売された。現在においては十数社から三十数社の各社製品が製造元の販売代理店によって流通している。また、福祉施設にも設置されているものも見受けられる。2020年代は管理料機器の高圧電一料機が各社の主力商品である。また、 高圧電位治療器とは別のシリーズとして、太陽放射線の人体への影響についての研究を、ヒントに、1940年に、東邦大学の高田茉輝により考案された、低電圧の不電位負荷による、電位治療器がある。開発が進むにつれて、低周波、温熱など、別の機能を組み合わせた、独自の治療器も市販されているが、あくまで電位治療の場合は、 薬気法で認められた効果しか歌うことができない。2000年代以降は日本での承認と使用状況の信用によって国外の台湾、中国、香港などアジア諸国の一部でも製造販売されている。2010年4月、それまではアナログ式の電位治療機しか市販されていなかったが埼玉県のメディカル電子工業がデジタル式の 高圧電位治療器の開発に成功し、医療機器業界で唯一の製造特許を取得している。アナログ式とデジタル式いずれも薬器法では、電位治療器としての認証しか受けていないため、方式に関係なく、効果、効能の認証範囲が広がるわけではない。同社は特許を保有している、デジタル電位治療器と従来型のアナログ電位治療器を子会社が、 製造しているが、それ以外の製造メーカーは、アナログ式の電位治療機しか製造していない。体を周辺環境に対して、高電位にすることで、発生する電解により、治療効果を発揮するものである。高電位を維持するために使われる電流はごく、微量であり、人体への悪い影響はないとしている。使用によって、血液の電解質に変化があるという研究結果も、 確認できる。他、強電上処置による BDNF の増加は、記憶力の向上や拒絶体制の誘導、抗うつ作用、抗肥満作用などが得られるという報告がある。BDNF への着目は2008年の時点で最新の研究としているが、初期的な動物実験の段階としている。記憶力の向上などは、新たな治療機の開発が必要であり、 現行の電位治療器に効果があるわけではない。また、過骨形成を促進したり、肉芽形成、コラーゲン合成を促進するという研究がある。これは、強電場がカルシウムレセプターを介して、細胞内カルシウム胴体を変化させた結果、ストレス応答に関連した内分泌系及び代謝系に影響して、ストレス軽減が、糖痛改善を示すと報告している。 電場への曝露についての定量評価は可能になっており、大学等での研究が継続して行われているという。電位治療機はあくまで管理医療機器としての臨床データが積み重ねられてきているが、根元治療を目的とした東洋医学に精通した医師を除き、対象療法を基本とした西洋医学の世界では知名度が低い。 GLP が策定される以前にも各種の動物実験や臨床研究が行われている。中でも特筆されるのは1968年に行われたモントリオール大学実験医学研究所のハンスセリエと開発メーカーとの共同研究で7800匹に上るマウスラットを用い人工的な心筋硬化症を起こして直接通電をした場合としなかった場合の 比較観察した研究がある。その結果についての文献やその後の同様な動物実験、追試を行ったという文献は公開されていないと思われる。医薬品医療機器の国際ハーモナイゼーション時代においては、西洋や北米の基準による安全性、有効性の検証や評価の必要性も重要であると言われている。管理医療機器である。 電位治療機の認証基準に適合する製品に対して薬気法の認証内容として頭痛、肩こり、不眠症、慢性便秘の寛解が効果、効能として認められている。このため製造元や代理店が体験や販売の場となるプロモーション会場などで薬気法の認証内容を超える効果、効能が得られることを消費者側に説明することは 薬規泡で禁止されている。低周波治療器、温熱治療器、超短波治療器、温休器などと組み合わせた機器もある。一般的に製造メーカーや販売代理店は薬害のような副作用はないと説明している。代理店業界では、プロモーション会場と呼ばれる体験会場では、好転反応として薬規法に明記されていない効果、 効能が説明されることがある。セールストークの中では、デニー治療器における好転反応として、痛み、しびれ、かゆみ、眠気、皮膚炎、揉み返し、湯あたりの症状が発生すると説明することがあるが、薬気泡に明記されていない、諸症状が、デニー治療器によって発生することを謳うのは、古代広告にあたるため、日本ホームヘルス機器協会の 適正広告基準ガイドラインでは不適切な参考例として記載されている。医療上の注意事項については業界団体の日本ホームヘルス機器協会の公式サイトで家庭用電位治療機の近畿事項の自主基準として掲載公表されている。近畿事項はカタログ、取扱説明書、添付文書に記載されているほか体験上にも掲示している。 各メーカーのウェブサイトにも掲載されている。近畿事項などは、蓄時に改定、追加されてきたが、新しい情報を、既存購入者、使用者にいかにして知らしめるかが、欧米にはない電位治療機を含む、家庭用医療機器の課題の一つとなっている。現在の j i 認証基準では、就寝時に高電圧で長時間使用ができる機器の、製造販売は認められていないが、 過去にはそういった使用を前提とした機器の製造販売は認められていた。そういった機器の購入者、使用者への情報伝達や安全の確保も大切であり、また中古業者やネットオークションなどを通じてリサイクルされ、行方が不明となった機器や倒産した企業が販売した機器の管理も大事である。現在の法令では製造販売後安全対策は、 メーカーの責任とされ、機器の行方把握、品質、不具合、有効性、副作用などの情報収集等が義務付けられている。事業者によっては、毎日の継続使用や複数機器の使用と、長期連用を進める場合があるが、使用時間については、基準が定められており、取扱説明書、添付文書に記載されている。なお、治療機の乱用使用を進めるのは、 問題とされる。これまでのところ問題が発生したという公式の報告や記録は見られない。パワーヘルスプロモーション会場は来場者が多ければ期間を延長する仕組みのため代理店企業はプロモーション会場の運営場所や期間を一切公表していない。対象療法を基本とした西洋医学ではなく東洋医学が基本としている根本治療の理論や 使用効果は万人に効果が発現するものではなく、薬気法に触れた医学的根拠のないセールストークを信じて購入した消費者からは苦情の対象となりやすい。それぞれの事業者も体験者が何らかの効果を実感して体験者から購入を希望してくるというシナリオを立てて会場を運営しているため効果を実感していない限りは 購入にららず苦情の発生も起こらないいとしている国民生活センターによれば、相談者や国民生活センターの相談員を脅す悪質な販売業者もあり、参考事例として紹介されている。採事上のプロモーション会場が基本であるデニー、治療機業界において、管理者の設置義務など薬規法の改正を招いている。必要にこういった広告をすると薬規法や、 医薬品等適正広告基準に定触し、プロモーション会場に営業許可を出した地域の保健所から行政指導を受ける場合もある。これら違法行為を未然に防ごうと、業界団体の日本ホームヘルス機器協会は、ガイドラインとして、家庭向け医療機器等適正広告、表示、通に不適切な参考例を記述し、加盟する事業者に注意喚起している。 ヘルス社は消費者庁の要求した根拠を提出せず、2013年10月17日に消費者庁から経費に表示法違反による措置命令を受けた。2013年10月16日付の朝日新聞による知覚措置命令を受けるというスクープに対し、ヘルス社は当初、そのような事実はないと反論していた。ありがとうございます。